サイモンダイアモンドのリングネームで知られるパトリック・ケニーはアメリカ合衆国の元野球選手であり、元プロレースラー。デラウェア州ウィルミントン出身。10代の頃は熱心に野球に取り込み、1986年には保守として MLB のサンディエゴ・パドレスに指名されたが、契約書にサインをせず、大学へ進学することに、野球特待生で、 バージニアコモンウェルス大学に進学、在学中にはスポーツバーでバーテンダーをしていた。大学で英語学の学習をとり、卒業後はプロ野球選手として成形を立てていくつもりであったが、重度の肩の負傷により諦めることになった。1991年、ペプシのマーケティング幹部として働いている時に、レスリングトレーナーのジムケトナーを紹介され、 プロレスラーになろうと決心し、ニュージャージー州、セーレムでトレーニングを開始する。トレーニングを積んだ後に、ケトナーのイーストコーストレスリングアソシエーションに、ランスダイヤモンドとして、スティーブ・コリノとのタッグで活動していた。1998年5月、エクストリームチャンピオンシップレスリングに入団し、ペンシルバニア州ヨークで、ノバとデビュー戦を行っている。8月、 リングネームをサイモンダイヤモンドにしている。2000年5月にはジョニー・スウィンガーとタッグを組み ECW 世界タッグ王座のトーナメントに出場している。2000年半ばには CW ・アンダーソンと団体内での格上げを狙い共闘体制をとっている。2001年に ECW の破産が迫るようになると WCW のジョン・ローリネーティスと交渉をしていた。ECW 崩壊。 WCW の買収後は、インディー団体で活動するようになり、USA プロレスリング、ボーダーシティレスリング、ワールドレスリングオールスターズに参戦しており、メジャーリーグレスリングでは、スティーブ・コリノと CW ・アンダーソン交流していた。ティネ2003年7月、スウィンガーと共にティネに現れ、アメリカン・モスト・ウォンテッドと交想を開始する。ディスコ・インフェルノをマネージャーに加え8月後半に、 NWA 世界タッグチーム王座を獲得し、11月後半にサンライブクルーに奪われるまでタイトルを保持し続けていた。2004年に入ると、スウィンガーとのタッグは解消し、フェイスターン。アイリッシュやエンパイアーセインとのニックネームを与えられるガティネから数ヶ月の間買い殺しの状態になってしまったため、日本の0 1に3週間限定で参戦している。 2005年6月のスラミバースリーで、復帰と同時にヒールターン。トライタントタックを組みソニーシアキとアポロを破っている。翌月のノーサレンダーでは、デビット・ヤングと組み再びソニーシアキとアポロと対戦するものの敗北しているが、デビットとダイヤモンズ・イン・ザ・ラフを結成。8月のサクリファイスで、プライムタイムエリックス・スキッパーが加入している。9月になると、サンジェーダットや、 シャークボーイと共にインドの街におもきプロモーションをしている。10月にはアメリカに帰国している。10月に帰国、11月から始まったワールドチャンピオンシップの強化キャンプに参加、シカゴホワイトソックスの AJ ピアジンスキーのもとを訪れている。12月のターニングポイントでダイヤモンドインアラフはクリス・セービン、サンジェイダット、デール・トーボールと対戦しており、この際に セコンドにピアジンスキーがいた。ピアジンスキーは6年3月にティネに戻ってサイモンと再会しているものの、再会した際にサイモンはチェアで殴られている。その後まもなくしてサイモンはレスラーとしては引退し、ティネのロードエージェントになっている。エージェントとして活動していたが2008年11月に予算削減を理由にティネから解雇されているが2009年9月に、 ジム・コレットと B.G. ジェームズの代わりのロードエージェントとして再び雇われている。その後は裏方で働いていたが2010年7月に元 ECW のトビー・ドリーマー、レーベン、スティービー・リチャーズ、ライノ、ブラザー・ディー・ボン、アルスノー、ミック・フォーリーがティネに登場し、ティネ版 ECW オリジナルズである EV2.0 を結成した際に久しぶりに TV に登場している。 結成翌週には、取締役のディクシー・カーターから ECW のレスラーによるハードコアへの感謝、ECW の最後の感謝への PPV、ハードコア・ジャスティス・ザ・ラスト・スタンドの開催が発表された。PPV では、第1試合で、キット・キャッシュ、ジョニー・スウィンガーと組み、リトル・グイドー、トニー・ママルーク、トレイシー・スマザーズのフル・ブラッッド・イタリアンズと対戦している。 ありがとうございます。